ロビン・ゾル・コービは、ドイツ出身の男性元フィギュアスケート選手。パートナーは、アリオナ・サフチェンコ、クラウディア・ラウシェンバッハなど。世界フィギュアスケート選手権、優勝5回。2006年トリノオリンピックペアドイツ代表。2010年バンクーバーオリンピック。2014年、ソチオリンピック銅メダリスト。2007年2009年世界フィギュアスケート選手権1979年。 ドイツ、メクレンブルクイコールフォアポンメルン州のグライフスバルトに生まれる。父は当時ドイツ留学中だったタンザニア人医師でドイツ人看護師の母親の下で育つ。母と共にエアフルトへ移った4歳の時にスケートを始めた。当初男子シングル選手として活動していたが16歳の時よりペアに転校、ケムニッツで生活を始め最初のパートナーは ヨハンネオットを、ついで、アネット・ペッチの娘であるクラウディア・ラウシェンバッハと組んで2001年のドイツ選手権で優勝する。ラウシェンバッハの引退後は、ケムニッツのシンクロナイズドスケーティングチームに所属しながら、パートナーを探し、2003年、ウクライナ出身のアリオナ、サフチェンコとペアを結成した。インゴシュトイヤーに支持し、2004から2005シーズンから、 ISU グランプリシリーズに出場、表彰台の常連となっていった。トリノオリンピックを控えた2005から2006シーズンには、スケートカナダで ISU グランプリシリーズ初優勝を飾り、初出場のグランプリファイナルでは3位。2005年12月29日に、サフチェンコがドイツ国籍を取得、ドイツ代表として2006年トリノオリンピックに出場し、 6位となる。2006から2007シーズン、欧州選手権で、初優勝、世界選手権で、初表彰台の3位となる。2007から2008シーズンは、ネーベルホルンハイで優勝し、ISU グランプリシリーズのスケートカナダでも、優勝、次戦のロシア杯では2位となったものの、3戦目となる、NHK 杯では、優勝を飾った。3度目の出場となった、 グランプリファイナルでは、SP と FS で共に1位となり、初優勝を飾った。年が明けて、欧州選手権では、自己最高得点をマークしに連覇を達成した。世界選手権では、初優勝を果たし、1997年に、自身のコーチであるインゴシュトイヤーが優勝した、以来の栄冠をドイツにもたらした。2008から2009シーズン。 シーズン序盤から安定した成績を収め、グランプリファイナル以外の大会では全て優勝。世界選手権では2連覇を果たした。2009から2010シーズン、エリック・ボンパール杯では、転倒や要素が抜けるなどの大きなミスがあり3位、フリーのプログラムを一新して臨んだスケートカナダでは、史上初めて PCS で10.00の評価を、ジャッジから受ける演技で優勝。 グランプリファイナルでは SP2 位につけるが FS でのミスが響き2年連続の3位に終わった。4連覇を狙った欧州選手権でも SP ではミスのない演技だったが FS で逆転を許し2位となった。金メダル以外はいらないという思いで臨んだバンクーバーオリンピックだったが FS でのミスが響いて SP2 位から一つ順位を落とし3位となった。 2010から2011シーズン、シーズン序盤から安定した成績を収め、出場したすべての大会で優勝。世界選手権では、FS、合計得点で、世界最高得点を塗り替えて3度目の優勝を果たした。2011から2012シーズン、グランプリシリーズは3大会にエントリーして、高成績を収め、グランプリファイナルでは、 前年に引き続き優勝した。欧州選手権は、サフチェンコの怪我が原因で、SP 直前に危険を発表。世界選手権には無事出場し、SP で両足着氷ながら、スロー3回転アクセルを成功させ、4度目の優勝を果たした。2012から2013シーズン、スケートカナダでは優勝したが、 エキシビションをサフチェンコの発熱のために出場を辞退した。その後、サフチェンコが常脈動感染症になり、エリック・ボンパールハイの出場を辞退し、8年連続のグランプリファイナルの出場を逃した。世界選手権では、FS の最後のエレメンツに、スロー3回転アクセルを組み込む構成で2位、7年連続でメダルを獲得した。 2013から2014シーズン、中国杯の優勝で、グランプリシリーズ6大会すべてで優勝を果たした。続く、ロステレコム杯でも優勝。グランプリファイナルでは、SP、FS ともにパーソナルベストの演技で4度目の優勝を果たした。欧州選手権は、SP2 位だったが、サフチェンコが風邪をひいたために危険した。 引退を決めたソチオリンピックでは SP を3シーズン前の FS のピンクパンサーに変更し、挑み、パーソナルベストで2位。最終滑走で迎えた FS では2度の転倒が響き読み、総合3位で2大会連続の銅メダルに終わった。しかし、大会終了後のインタビューでは、サフチェンコが世界選手権に出場の意向を示した。世界選手権では、SP、 FS どもに1位で5度目の優勝し優秀の美を飾った。8年連続の世界選手権でのメダルはイリーナ・ロドニナに次ぐ記録であり、同一のパートナーによるメダルでは、リュドミラ・ベルソワ、オレグ・プロトポポフに並ぶ歴代1位の記録である。4月26日に練習拠点のケムニッツで行われたアイスショーを最後にサフチェンコとの11年に及ぶペアを解消した。 引退後は、コーチ業に加え、スイスのミリアム・ロイエンベルガーとペアを組み、アイスショーにも出演する。また、ロシアのニーナ・モーゼルのアシスタントコーチとしての活動も、始めた。ロシアでのコーチ業を終え、2019年1月からは、カリフォルニア州、アーバインに移住した。ジェニー・メノー、トッド・サンド・グミア、アイスダンス専門家のクリスティーン・バインダーと、コーチングチームを結成し、 高知業を再スタートさせた。カシューブゴに由来すると見られる生は、ショルコービーホカタよ用な金表記がされている。2014年8月1日、スイス人の女性と結婚した。2015年9月、第一子となる男児が誕生した。ボラサッシャー、トランコーブ、リードロシアンペアズスイープハット、アリリナサバチーレンコロビンソコイ。 チェーシングザアルティメットトライアンフハット、サバチェーレンコズクトネウエンアイスカンサローフパートナー、サフチェンコ、ショルコーイグミガペア制子優秀のビ、世界フィギュアハットジャーマニー、S アリーナ。サバチェーレンコ、ロビンソコイウィンフィフスペアズアットワールズ、ハットファンズファイアーンノホアインマールアリョナサバチェーレンコ、ウントロビンソコイ、ハットロビンソコイカルトアウフダズアイスツァークハット AB、 リーンベンテッドソコイターンズ2プロスケーティング。コーチング、ハットロビンソコイ、ダスアベントヤーリエストミヒトータル https コロンスラッシュスラッシュ ameblo.jp スラッシュ NIRENOIA スラッシュ ENTRY-10058519062.html、ハット AB オープン参加選手を含めても1位、バンクーバーオリンピック最終予選。 国際スケート連盟主催。サバチェーレンコ、ソコイアウトツーイレーズ2010レトダウンハット、サバチェーレンコ、ソコイツーテイククラシカルカーテンコール。ありがとうございます。